動画をご覧の皆様、はじめまして。マジカミ広報の K です。このシリーズでは動画を通じてマジカミでのバトルを楽しむためのポイントをテーマごとに解説したいと思います。今回の動画ではゲーム用語としてよく登場するバフとデバフについて説明し、マジカミの中でどのような働きをするか解説します。バフとは受けた対象に対して好ましいステータスアップ効果を与えることであり、デバフとはその反対で好ましくないステータスダウン効果を与えることを意味します。マジカミではクエストを進めてしばらくすると敵が強くなり、与えるダメージ量が減っていきます。このようにただ攻撃を当てるだけでは敵を倒すことが難しくなってしまいます。では攻撃バフ効果を持つマギカ2019香りのセイントウォーターを使用してから、マギカ2019イロハのファイアスラストで敵を攻撃してみるとどうなるか見てみましょう。いけるかも。先ほどと違いダメージが大きく跳ね上がりましたね。ダメージを出すにはもう一つのアプローチがあります。先ほどは攻撃バフで自身の攻撃力を上げてダメージが変化しました。今回は敵の防御力を下げることでダメージがどう変化するか見てみましょう。マギカ1984ココアの聖なる衝撃を使用して敵の防御力を下げてからイロハのファイアスラストで攻撃してみましょう。ココアが守るんだから、いいよ、覚悟してよね。こちらも攻撃バフを受けた場合と同様にダメージが跳ね上がりましたね。では攻撃バフと防御デバフを両方付与したら一体どうなるか気になりませんか。それではやってみましょう。はじめにマギカ1984ココアの聖なる衝撃で敵の防御力を下げ、マギカ2019香りのセイントウォーターで味方の攻撃力を上げる。受け取って、そしてマギカ2019イロハのファイアスラストを使用すると、何もしていない時に比べ見違えるほどにダメージが出ていますね。今回のまとめです。敵はそのまま攻撃しないで、できるだけバフとデバフをかけてから攻撃しましょう。最後にエンディングも兼ねて攻撃バフと防御デバフを持つ代表的なドレスを紹介します。ご視聴いただきありがとうございました。